なる中国の日本領土尖閣諸島への侵入に対し、これといった態度を示していなかったアメリカでしたが、少し変わった動きがあったようです。今回は、アメリカの尖閣への対応について考えていきたいと思います。中国への強硬な態度が売りだったトランプ政権でしたが、バイデン政権に代わっても、中国と対立せざるを得ない台湾への防衛支援は、一層強化されています。この台湾への支援は、日本とアメリカが協力する方向へ進んでいるという話も聞きました。実は、尖閣は、台湾有事と密接に絡んでいます。しかも、台湾は、尖閣を自国領と主張しているのですが、中国への防衛手段としての主張とも思われるので、台湾が、この主張を取り下げていれれば、また話は変わってくるでしょう。アメリカの動きというのは、アメリカ国防総省が、尖閣諸島は、日本の領土と明言したことです。しかし、残念なことに、即取り消してしまいました。2022年が終わり、2023年になりましたが、やはり、例のごとく尖閣諸島周辺海域における、中国公船の活動は、増加の一途をたどっています。しかも、2月20日、21日の2日間は、日本領海内へ侵入までしているのです。日本政府が危機感を募らせているのは言うまでもありません。2月20日、21日の2日間に領海侵入した船は、中国海警局所属の2隻でした。この2隻は、日本の民間漁船を追跡しながら、日本領海へ侵入したと見られますから、意図的な行動だったことは明らかです。追跡された漁船の乗組員が、どんなに不安だったと考えると、切ないですね。そして、中国政府の不穏な動きも取り沙汰されています。2月1日から、海警局に関する法律の改正を行ったのです。その内容ですが、自分たちが必要とした場合、同局職員個人が携帯している重火器、もしくは、艦艇装備の兵装等、武器使用のハードルを合法化したというものでした。この裏付けがあることで、中国海警局は、今までよりずっと簡単に武器を使用するのではないかという危険性が増えたということになるのです。中国海警局は、2017年、平成29年、軍事警察管轄下に入りました。この事実もあって、彼らがこれまで以上の強硬姿勢で臨んでくることが予想されるのです。しかし、冷静に考えると、海警局法の改正といっても、国内法です。国際的には強制力はありません。ないはずですが、それが通らないのが中国という国なのです。世界的には通用しない、認められていない自国の法律を盾に他国へ圧力をかけてくることは容易に想像できます。千年以上も前の世界的大帝国、唐や秦の誇りを21世紀になっても引きずっているんでしょうか。さて、日本でもちょっとしたことがありました。2020年11月、中国の王国務委員兼外相が来日していたのですが、王氏の発言が物議を醸し出しました。茂木外相の目前で、王氏が、我々は自国領土の尖閣諸島周辺海域に日本が侵入してくるから仕方なく対応しているだけ、と発言しました。これだけでも、保守派の中では大騒ぎになりそうなのに、もっと品質を買ったのが、その場にいた茂木外相でした。外相は、王氏の発言に反論もせず、スルーしたのです。これには、
自民党内からも大きな批判の声が上がりました。外務省の見解を説明します。この時の王外相と茂木外相との記者会見は、日中双方がお互いに自国の見解を主張する場だった。つまり、議論をする場ではなかったのでスルーしたとしても、何ら問題はないというものでした。しかし、自分の目の前で自国の政策を真っ向から否定する発言をした相手に一言も返すことなく言いっぱなしにしておいたとことは、相手の主張を認めることになるのではないか。単なる挨拶だったにしても、茂木外相が中国語で王外相に謝意を示したことについても非難が集中したのです。中国側に対してかなり強気な発言もしている茂木外相ですが、実際自分の目の前に相手には何も言えないとは、自民党内にもそういった人間が多いようではありますけどね。さて、2021年2月8日の中国外務省広志副報道局長の記者会見で、海警局所属の艦艇は中国領土である尖閣諸島海域で中国の法律に基づく正当な措置を行っていると発言しました。海警法改正を根拠として海警局艦艇の行為を正当化したことは明白ですね。その上、尖閣諸島は中国固有の領土という従来の主張を繰り返し、中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争に負けたせいで台湾と共に日本が奪ったのだという中国政府の持論も繰り返しました。日本史を振り返ってください。日清戦争とは1894年明治27年から1895年明治28年にかけて朝鮮半島を主な戦場として日本と中国が戦った戦争です。もともとはイギリスやフランスなどの列強がアジアへ進出し、それに遅れて焦った日本が隣の韓国に手を伸ばしたことが原因になっています。王族の腐敗や政治的混乱で国体が弱っていた韓国は、すぐに日本に主導権を握られてしまい、国民の不満は高まる一方でした。そこで韓国は宗主国である中国に支援を求め、中国も日本の進出に不安を感じていたので応じることになったのです。激戦の末、日本が勝利し、下関講和条約によって台湾、ホウ湖諸島、リャオトン半島が日本の領土として割譲されることが決められました。中国が言っているのはこのことです。とは言っても、日清戦争から100年以上経っていますし、いつの話だよ、と突っ込みたくなりますよね。アヘン戦争はどうなのかとも。こんな風に、中国が100年以上前のことを持ち出し、尖閣諸島の所有を主張している中、アメリカ国防防総省のカービー報道官は、2月24日の記者会見で、尖閣諸島に日本の主権があると認め、中国の行動を非難する発言を行ったのです。この発言に、同盟国である日本をアメリカが援護してくれたと、政府は大喜びでした。しかし歓喜は束の間でした。わずか2日後の26日、報道官は、24日の発言は、間違っていた。尖閣諸島を含む日本の防衛については、日米安保条約に基づき、これまで、同様にアメリカが関与するという発言に変更してしまったのでした。2021年、アメリカは、民主党のバイデン新政権に変わりました。尖閣諸島防衛には、今までと同じように、アメリカの後押しを期待していた政府にとって、前述の発言は
失望されられるものだったのです。カービー報道官の修正発言を文字通りに理解すると、アメリカが認めているのは、尖閣諸島における日本の施設権だけということで、主権までは認めてはいないということになります。一応の同盟国である日本を無下に扱うこともできないし、かといって、軍事大国中国を今怒らせてしまっては得策ではないということで、アメリカは、どちらにもいい顔をしたいが、ための修正発言ではないかと思われるのです。八方美人ということでしょうか。どちらにしても、中国と日本の間で、尖閣諸島をめぐって、仮に武力衝突が起こったとしても、アメリカが日本へ軍事的支援をするというのはかなり厳しいだろうと頭に入れておくべきでしょう。だからこそ、アメリカの言うなりに思いやり予算を増やすことは止めろと思いますよね。日本政府は2月25日、日本領土への上陸目的で他国艦艇が領海に侵入してきた場合、海保が対抗措置を取れるという考えを発表しました。アメリカは頼れないと、やっと分かったのでしょうね。この考えは、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確にしようとする動きとみられますが、尖閣諸島海域に出没する中国公船への対応を念頭に置いたものということに間違いないでしょう。海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に、重火器を使って、危害を与える行動は、危害射撃と定義されています。ただし、海上保安官が犯人逮捕を行う、場合や犯人の逃走を阻止するために、武器を使用するのは許可されているのです。この権限は、職務執行上の範囲に含まれているそうですよ。とはいえ、機外射撃をするにも条件があります。まずは正当防衛であること、非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ、この行為が許されているので、解釈の仕方によっては、是非が問われることになる可能性があります。また、海保の対応が難しいと判断され、海自へ海上警備行動が発令された場合でも、機外射撃を許可することになっているので、目的は、抑止力として対応を強化していくためと思われます。